何してるの？あ、今から社長に。え、大福の差し入れ？美味しいって評判のお店のなんですよ。僕が持ってくよ。え、でも。大丈夫、任せて。社長、おやつの時間だよ。ああ、ランポ、一口食べたか？何のこと？ゲップ。このありさまだ、貴重な最初の一口が。なるほど、大福傷害事件か。傷害どころか生き絶えているだろう。今のうちに正直に白状しておけ、ランポ。え？なんで、どうして？出みろ。私の袖で拭くな！もう他には何もしていないだろうな。最後に社長の携帯の。携帯？この中には要人の連絡先やメールが。一体何を？あ、着信音を猫の鳴き声にしちゃった。ああ、ちょっと嬉しい福沢諭吉であった。この保育園に来ました、江戸川乱歩君と。うん、ランポくん、僕とボール遊びしない？一緒に遊ぼうよ。京香ちゃんたちと折り紙も楽しいよ。そんな子供っぽい遊びしない。なかなかランポくんと仲良くできないな。あ、今日は二人のために特別なおやつが出るって。特別なおやつが。ありがとう。なんでわかったの？君の話を聞いてれば誰でも思い当たるよ。そんなことないよ、すごいよ、名探偵だよ。あ、なれなれしくしてごめんね。また困ったら声かけてくれてもいいよ、ランポくん。ほらほら、それ貸してね。うん、私と心中してくれればよかった。誰なんだあいつは？探偵社の同僚で、まあ、ああいう男だ。案内係。お、僕一人じゃ探偵社に帰れないでしょうが。なんとなくわかりました。ランポ、出番だ。やんないとダメ。ランポさん、ここはどうか。ランポ、もしつつがなく新人を連れ戻せたら。特別ボーナス昇進結構ですよ。どうせ褒めてやる。お、わーい、広いお風呂だ。あ、これだ止めるの。ねえケンジ君、湯船でクロール競争しない？いいですね、楽しみです。ケンジ君、ランポさんを止めに我々は来たんだよ。あ、そうでしたね。頼んだぞ。クロールは他のお客さんの迷惑ですから絶対ダメですよ。ああ、じゃあ平泳ぎで競争しようよ。はい、いいですよ。ケンジ君、まったく困った。ランポさんのロッカーだ。なんとなくランポさんのロッカー想像できるような。まあまあ、開けてみてのお楽しみ。ほーら、駄菓子が。お、あれ、フェンシー、フェンシー広い。本人も収納されてた。秘密の場所で食べる駄菓子って美味しいよね。イエーイ。そんな秘密基地感覚でロッカーに。あ、掃除してるの？ならこれ捨てといてよ。え、あ、じゃあなるべく静かにしてね。バイバイ。油揚げとかんぴょうをランポさんが食べる。美味しい。なぜ外側だけ？餅のところは味がしないからいらない。みもところでお腹減ったんだけど何かない？はい、また子供だと思ってバカにして。じゃあ食べ物はいいから。する社長、無理やりって言うんなら。はい。用心棒さん、助けてください。仕事もなく泊まるところもなくて死んでしまいます。あ、本当？他にも希望者がいるの？じゃあ僕が採用されるわけないじゃないか。審査するって言ったでしょ。いや、おばさんはもう僕を採用しないと決めているね。おばさん！